どうも、YouTube ご覧になった自己参加者です。今日はね、野菜不足対策といえば、そうです、きんぴらごぼうです。今日きんぴらごぼう今から作っていきます。材料はまあ当たり前だけど、ごぼう、そして、程よいサイズのレンコン251円、そして、人参、いつ最近はいつも鶏肉入れてるんだけど、鶏肉はちょっと最近食べちゃったんで、この3種で、ベーシックにやっています。まず洗うか。さて、前の包丁よりも切れ味はいいから、ささがきやすいかなとは思うけど、あでも確かにささがきやすさはちょっぴりかな、まあ、アップしてるような気はするけど、これで全部、人参、ごぼう、れんこん、きんぴら3兄弟これをまとめてね、いつも通りフライパンで炒めます。ごま油意外とすぐなくなっちゃうから買ったんだよね。ごま油も、ごま油なんかさ、種類が多すぎてどれ買っていいか分かんなくないですか。私はこの角屋のごま油にしました。理由はないです。やります。さて、まとめて全部入れます。せーの、結構まあ今はこう山盛りなんだけど、火が通るとすごいちっちゃくなるんだよね。まあ不思議なようで当たり前なんだけど、野菜だから。出来上がり。いいね、これでまたしばらくは野菜に困らなくなるかな。第2回、魚さばきの回、アジ生食か、これを買いました。また刺身にして食べます。まあ、生食かだから別にまあ刺身にしなくてもまあいいんだろうけど、まあ、せっかくね新鮮なもののようなので、まあそれでやりたいなと思ってます。自分がよく見るあのお魚系チャンネルで、究極の血抜きチャンネルっていうのがあって、そこで言ったのは、魚の目、まあ、本当はそれ市場で見るときの話なんだけど、魚の目が、白と黒で分かれてない、全部真っ黒に見えるやつはすごく新鮮でいいって言ってました。あともう一個は、このヒレが身にピタッとくっついてるかどうか。まあ、これに関しては正直ね、パックの中に入ってるんで、くっついて当たり前なんで、まあ、それはちょっと参考にならないけど、なんかそれでね、見極めなさいっていうふうに言ってたんで、このね、アジは、黒目がしっかりとしてるというか、多分新鮮なのかなというふうに思って、これを買いました。でまずは鱗か、包丁の背で取れとかっていうのもあったんだよな。おお、取れる取れる。次にここのセイゴっていうのかな、ここのギザギザしたところを、取ります。多分ここから包丁を、こんな感じか、残ってはいないね。あ、結構綺麗に取れたかも。どうですか、完全に取れたわ。ちょっと深いのかな、ちょっと深いかもしんないけど、まあまあ綺麗に取れたな。はいはい、
大名おろしというものに挑戦します。見ているとこっちからもう包丁を入れて背骨に沿って ちょっとやっぱ肉残ってる感じはあるが、まあおそらくこういう感じでしょう。とりあえずで反対側にしてこっちからかで背びれに沿って最初に薄く線を入れるか、入れてもう一回タイと同じようになんか線引いてあげた方がよく切れそうではあるな。あーめっちゃ身残っちゃったな。どう、もっとこういう切り方なのかな。難しいなやっぱ魚、この辺に超残ってるわ。なんちゃって盛り付け果たして盛り付けではないね。とりあえず皿のせ、絶対骨あるわ。結構がっつり身を削いだつもりでもなお身が残るというね、身がじゃない骨が残るという魚は難しいですね。切っただけ、刺身って言ったら刺身に失礼なんでマジ切っただけです。これ重さにしてどうだろうね。まあまあ一回これで食べます。今日いつもよりもちょっとカメラ上から撮ってて可愛く見えるやつです。はい、まずはアジ、まあ魚切って並べただけ。鮮度はでも結構良さそうだから多分美味しい。そして先に作った、きんぴらごぼうに、まあ、上本当はね入りごま乗っけたかったんだけどすりごましかなかったんで、すりごま乗せ。そしてここでいつもの半額くんたちが現れて、半額、海藻サラダ。今日の草はこれ、まあこれだと多分足りないんだろうけど、まあきんぴらごぼうがあるんで。そして、半額、焼き鳥の皮3本なんとなく買いました。でもっと足りなかったらトマトもあるけど多分トマトは今日食べません。あとご飯はもちろん、あります。もちろんのご飯いただきます。まずはお魚からか。お魚天国どれどれ、アジいただきます。うまい。もうもはや当たり前なんだけどあるじゃない。いや結構身の量も多いし、もうちょっとうまくなればな。くそ、もっとうまくな切れれば、魚得だと思う。アジとはいえこの量のお刺身だったら結構すると思う。よくあるアジの何お寿司とかってあるけど、それの多分どうだろう4倍ぐらい入ってて、でアジのお寿司1パックでいくら400円ぐらいするから、まあもちろんご飯とか他のねものもあるけど、でも自分でできるんだったらそれに越したことないな。あ、いけるな、味。うまっ。油めっちゃ乗ってるわ。骨だね。あと、残った、
だ骨とかちょっともうちょっと今回はなんかまあめんどくさいっていうのもあったし、ちょっと急いじゃったからあれだけど、うん、うまっ。次回もうちょっと骨の美味しい、まあ、いただき方みたいなのをちゃんと調べようと思います。すいません、次回やりますみたいな気合を入れたんだけど、結局面倒くささに負けました。骨入れて、味噌入れて、わかめ入れてぐらいでいいのかな。で、骨だけ取り出しちゃえば終わりかな。ちょっと調べよう。結局味噌がなんていうか最高に美味しいから、多分それだけで仕上がると思うんだけど、やっぱ寿司とか刺身ってやっぱ高いイメージあるけど、実際高いしね。でも自分でやったら意外と安いかもな。あと今後の課題は中骨、あれどうしようかね。あれピンセットで、まあ、専用のやつ買う。なんか抜くと多分ね、食べられるところもめっちゃ増える。まあその分めちゃくちゃめんどくさいけど、そうだね、それ買うかどうか、買うかというか、まあやるかどうかだな。まあここで次回の課題整理すると、まあ中骨の部分をいかにして食べるかと、中骨をいかにして処理するかと、あとはおろした後の背骨の部分をどういう風にして食べるかっていうのをちょっと先に調べる。ちょっとこの2つは調べることを約束します。まあ調べるとこ動画にしてもいいな。そうだ、別途調べます。こういうとなんかちょっと嘘くさいかもしれないけど、スーパーとかのね、刺身よりは美味しい。まあ多分鮮度の問題なんだろうな、これに関しては。やっぱりこれもなんか、この音、ちなみにきんぴらごぼうされてるけど、やばいな。うん、レンコンのシャキシャキ、うん、結構今回のきんぴらごぼうはいつもね、なんか余計なもの結構入れるんだよ。赤唐辛子とか、鶏胸肉とか入れるけど、今回は割ともう純正余計なものなし。ごぼう、れんこん、人参だけだけど、やっぱうまいな。きんぴらがうまいっていうのはほんと年感じるな。焼き鳥も食べますか。なんかちょっとお腹いっぱいになってきちゃってる。自分がいることに気づいてる。うわ、ちょっと冷えてるからこれと。あー、これ一回チンした方がいい。めんどくせえな。でもいただきます。うまっ。皮でご飯ってあんまいかないけど、まあなんか魚もさばいて疲れたんで、もう今日はこのぐらいで、あとゆっくり一人で食べます。それじゃあ皆さん元気で、ほなまた。